南紀派とは、江戸時代後期に十三代将軍、徳川家貞の後継をめぐる安政の将軍形視問題において、紀州徳川家の徳川義富を将軍形視に押した一派。徳川家貞は病弱で、当時若年にもかかわらず長命や、死死誕生は絶望しされていた。自然後継者問題が勃発するが、家貞の近親であることを重視して、紀伊藩主、 徳川義富を押したのが乱気派である。井伊直弼を筆頭と,とし、合図藩主、松平片森、高松藩主、松平頼種らだめ缶詰の大名や老中、松平正方、紀州徳川家月家老、水野忠中、小川雇用取り次平岡道広、薬師寺原信大奥などに支持された。国内政策では、幕府独裁の継続、 外交政策では、開国路線の継続を施行した。一橋義信を担ぎ上げた、一橋派と対立した。これまで、将軍の着難に問題があって、後継者問題が起こったことは何度もあったが、九代徳川家重、十三代徳川家貞だと、能力より、血統優先の選定がなされてきたので、双方第一とする保守派に、血統重視論は、受けが良かった。 水野の場合は、奇襲の過労なので、奇襲藩主を将軍とするために運動するのは自然な、ことであった。大奥については、海音寺長五郎によるとまず、一橋義信の父、徳川成明が、剣役家かつ色好みとして知られていたので大奥では、不人気であり、その一方、徳川義富が大変な美少年で大奥で、人気だったことが、大奥が南紀派についた。 大きな要因であるという。また、当の家貞の意向も、自分は30代で、男子誕生の可能性もあるのに、養子を決めろ、早く決めろ、自局柄年長でえめえな将軍が望まれるなどと、一橋派が騒ぐのは、今の将軍は暗愚で病弱で短命で、子作り能力がないというのも同然ではないか。まして、副違反や、 性質の実家の薩摩藩などがそういうことを言うのは、けしからぬ、仮に今養子を決めるとしても、吉信は、自分と年が近すぎると考え難期派寄りであったという。徳川成明を中心とし、一橋吉信を担ぎ上げた、一橋派と対立したが、伊伊直介が大老となることでこれを退りけ、徳川義富が、将軍後継者となり、イエスサダの死後十四代将軍家持となった。 家貞の死の前後に、いいが一橋ツ派の諸侯や死死を弾圧したのが、いわゆる安政の大国である。しかし、直オが安政の大国の報復として、桜田門外の変で暗殺されると、一橋ツ派が復帰、南紀派の処罰が行われ、ただ中と元臣は強制隠居させられ、直オの次男、直則は十万国元法吉信と松平春学が、 将軍貢献職、政治総裁職として復帰した。春学の弟で家持の貢献人のたやすよしよりが、神を降格され、隠居したことも彼が難期派だったからではないかと、されている。ありがとうございます。